今年の4月半ば新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下で急遽始まりました「ラジオで虎盤、えー」プロ野球開幕まで皆さんにお楽しみいただきましたがなんと先週金曜日から「 五ヶ月ぶりにレギュラー番組として復活しました、えー、今回も毎週火曜から金曜の夕方6時から1時間私高野純一がプレ野球そして阪神タイガースの話題を中心にお送りしていきます来年のプレ野球開幕まで来年の3月26日という発表もありましたけれども曜日ごとに素敵なパートナーとともにお伝えしていきます火曜日は関本健太郎さん水曜日は浜中治さん木曜日は檜山慎次郎さんそして金曜日は週替わりでいろんなパートナーにご登場いただこうと 持っています今日水曜日はこの方浜中治さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますラジオレトロ版なんかお久しぶりです自分で拍手するのなんかおかしいね,これね <laughs> 素敵でしたなんかいいですか、えーえー、はい。えなんか表情引き締まってませんまたえってどういうことですか <laughs> ファスティングされましたファスティングはしてないしてないですねファスティングはもうちょっとねもう今年中もう一回やりたいなと思ったんですけど、はい、ちょっとまだちょっと控えてます いや今ねマスク取られたんで番組始まる直前に顔またもしかしてファスティングされたかなって思ったんですけどしてないファスティングすぎですね高野さんねもう一回やろうかなって考えてるでしょいやちょっと浜中さんがやるならこの期間中ねオブシーズン中私も開幕に向けてやっていこうかなそんなことコーないリンクは大丈夫ですコースドリンクはもう私自分で買いますんでいや浜中さんファスティングよりもですよ昨日の藤川球児投手の引退試合 感動しましまたねね本当に楽しそうにこう12球でしたけど楽しそうに投げてるなっていうのと<ー>本当にこう魂を込めて投げてるなっていうのを、えー、やっぱり本当に良かったなっていうのを感じましたし、はい、また坂本選手と、ね、中島選手が本当フルスイングでこう、えー、勝負してたっていうのは本当にこう見応えのある対戦だったかなっていう気はしますけどもねうんこのあと、ねえー、タイガース・浦選手名鑑のコーナーもありますけども、はい、ここで。 藤川球児、特集ですから。そうですね。田村さんの思い、たっぷり。語っていただら、二十二年間の思いを、こう十二球に込めてたなっていう気持ちはね、なんか、ね。全球ストレート感じましたね。いやー、最後、こう、首振ったじゃないですか、この。ええ、梅い。のサイン出して。はい、あれって、ヘアインシューズのサイン出したんですかね、梅野捕手。多分、でも、言っても、そんなね、もう決めていってるでしょうから。はい。あの、さ、なんで首を振ったのかって、すごく気になるところではありますけどもね。ね。 その辺りもね、2回ぐらい降ったでしょってましたね、なんかすごく気になったんですよ、私、実況してましたけど、も必死で気づかなかったです、あそうなんですか、解説の関本さんに首振りましたけどね、あそうでした、それぐらい変化球出したのかな、どうなのかなっていう、ちょっとこう、気になるところではあるまだ明らかになってませんので、なんか試合前から球場の雰囲気もね、さすがにいつもと違ってました。 ただねやっぱりこう、えー、打線1安打に終わりましたけど、はい、あそこ9回で勝ってて球児で終わってこうセレモニーっていうのが一番の、ね、こう理想でしたけど、ねうん、そういう場面でちょっと投げてほしかったなってもうね願うくこもこセーブがつくところで200点満点でしたねそしたら最高でしたけどもね、えー、まあでも本当にこういい、ね、スピーチもありましたし、はいね、本当に良かったですねそのスピーチもね後ほど、はい、いいところしっかり残してますので。 えー、聞いていただきたいと思っていますので、はい、お楽しみにしてくださいさあラジオでトラバンですこの後の内容なんですが改めまして感動はゲインおふも野球実況が聞きたいというあなたに対して気分を上げてくれるようなタイガースの名場面をもう一度聞いていただきますその後は浜中流タイガース裏選手名感、えー、藤川球児投手についてたっぷり語っていただきましょうそしてその後ですね曜日対抗解説者ダービー はい、頑張ってください浜中さん、はい、火曜日から金曜日のパートナー対抗の争いです一週ごとにテーマ変わっていきますので、はい、えその都度でポイント獲得1等賞には最後に素晴らしいご褒美が待っ,ってるかもしれないですかな 壮大なこれ解説はダービーですからこの長い感じを5ヶ月待たないといけない、はい、<laughs> これであの勝、ー、負かったらどうするんですか <laughs> ねプロデューサーにプレッシャーかけていきます,てますけどはいそして、えー、このオフシーズンのラジオでトラバンは <laughs> YouTube での生配信も始めていますはい、えー、浜中さんがどんな服を着ているのかどんなかっこいい表情で喋っているのかあ、えー、えていませんこ結構な感じで プレッシャーですねこれ服もねそうですよ毎週これでこうかな<ー>もうダメですダメですもう <laughs> ファッションチェックが入りますんで皆さんから怖いもはいよろしくお願いしますえー、気になる方は YouTube の画面上でトラバンチャンネルと検索してみてくださいコメント欄もありますのでぜひご意見ご感想なども書き込んでいただければと思いますラジオで聞いていただくもよし YouTube で見ていただくもよし皆さんのライフスタイルに合った方法でラジオでトラバンお楽しみいただければと思いますそれでは今日の感動アゲインです 僕たちは新たな歴史の目撃者になったおじいちゃんが田渕さんを見たときもお父さんが掛布選手を見たときも同じ気持ちだったんだろう僕らの世代のミスタータイガース誕生の予感ノーボールツーストライク第5球を投げましたしましたセンターにライナー飛んでいセンターバックセンターバックセンターバック争う 井上康太将来の四番候補大砲候補としてまずは甲子園聖地で見事なバッティングを見せました記念球がベンチに早速戻ってきましたいやー鮮やかに蘇ってきましたえ10月16日ですから1ヶ月弱前って感じですけどねえこの時にはその井上選手の,ねあのいいタイムリーツーベースとともに 浜中さん以来っていう言葉も,もね、はいえー、新聞史上よく踊りまして1997年の浜中治以来23年ぶり高卒新人野手の一軍昇格であったり高卒新人野手の初安打であったりねこうなりましたけども改めていかがですか浜中さんいや僕でも、ね、初ヒットはねこう打たせてもらいましたけど長打は打ってないので、はいええ、やっぱりこの井上君の持ってるの方がやっぱり。 やっっぱレベル高いいなって思いました打点もつけましたし僕高卒では打点はつけれなかったので、はい、そういう意味でもこう本当の意味でもこうミスタータイガースになっていくんじゃないかなっていうそういうのを思わせるような今年のこうヒットだったのかなっていうふうには思いましたけどもね。宇宙間のツーベースっていうのがまたねなんかうんね引っ張るもよしなんですけどもちろん、うん、そのたりの可能性っていうのはどうですかいや長打力っていうののはかなりの ねえいいもの持ってると思うので、はい、本当にいずれホームランバッターになってくれればいいなと思いますし本当にこう大山とこの上野が4番争い、はい、このまた佐藤君がまた来るんでねそこでの何、うん、んですかクリーンアップ争いっていうのは、ええ、すごく楽しみになる。 っていうのは感じましたけども、ね、なんか近年ね、タイガースファンが求めていたものが、はい、なんかね、近い将来、実現しそうな、その3人の名前ですよね。でも本当、若い選手がね、力つけてきてるので、はい、まあ小たにしてもそうですけど、えー、この一タイムリーっていうのもね、小ば井上で点取った1点なんで、はい、うでこのね、点、はい、の取り方っていうのは、今までなかった形なんで、はい、まあそういうのが出てきたっていうのは、本当にこう、黄金時代が近づいてますよ、2020年。 近づまだまだねでもあのあれですよ井上君とかもうちょっと使ってほしかったなっていうのはありますえっとね今年11打数1安打この1本だけだったんですけどねでその次代打でまたこの2軍降格したんで最後までいってもっともっとこう使ってくれてもよかったかなっていうのは思いましたけどもねまあまあ何にしてもね来年以降楽しむとい位の上選手です それではここで一曲お届けしましょう。二十で、Make You Happy。 浜中修さんのリクエストで。ええ、俺リクエスト出したかね。違いました。びっくりしんけど、今。違うか。違うか。六十歳に迫る伊藤ディレクターの、強い希望で、二十。はい。はい。僕、めちゃ大好きですよ。あ、そうですか。はい。あの、オーディションのやつも。いるわけじゃないですよね。ええ。九人です。 9人なんですか。9人なんです。奇数なの、こういうの。9人で選ばれて、ああ今一人ね、ちょっと体調不良で、み、みいちゃんっていう。めちゃくちゃしい、ね。体調休んでる、あの、ね、こつしてるんで、ちょっと心配なんですけど。あ、そうなんですか。はい、そうなんですか。<れ>そうなんですよ。推しメンとかいるんですか、これ。あの、絶対的エースのリーダーの、まこ、まこちゃんっていう子がおるんですけど。 この子はもう絶対も安定感抜群のリーダーなんで。えこれデビューしたとかしてないとかそういう感じですね。デビューがねもう多分12月じゃないですかね。デビューしてないのにここまで話題になってるって珍しいですよね。だってこれあの YouTube かなんかで1億5000万回ぐらい再生されてるんですこのメイクヨッピーっていうのは、えー、すごい。デビューもしてないのにこの数字を叩き出してるんで。そうなんですか。それぐらい知っといてくださいよ。<laughs> いやーすみません。絶対的エースまこちゃん。いやほんまにいっぱい置いてるんですよ、えー、こう。 努力してきてね、うん、ここまで来るのに、韓国で合宿してね。そういう頑張りをね、<laughs> 詳し。いな、ね、高野さん、見てくださいよ。いいませじゃ、あ自分ももっと頑張らなあかんなっていう気持ちになるから。うわ、ちょっともう絶対的って言われると、もうストッパー藤川球児しか今思い浮かばない <laughs> あ。それぐらいの感じです。そのぐらいの感じなんですか。はい、それぐらいの感じ。美穂まこちゃん <laughs>、はい。来シーズンね、タイガース、もっとハッピーにしてくださいという意味で。二十で、メイクユー、ハッピーでした。 阪神タイガース西行です。タイガース聞くなら ABC ラジオ。浜中流タイガース裏選手名鑑。 このコーナーでは阪神タイガースを知り尽くした浜中治さんがタイガースの選手を毎回一人ピックアップ選手名鑑のように詳しく紹介していただきますしかしあくまで裏選手名鑑。お店で売っている選手名鑑では紹介されていないその選手の人となりや内緒話までギリギリのところを攻めていただければと思います浜中さん、はい、今日名鑑に乗せていただく選手は誰でしょうか藤川球児投手 ありがとうございます、えー、ラジオレト虎版ではありがとう藤川球児ウィークとして、えー、先週の金曜日からなんですけども、えー、今週1週間村選手名鑑は藤川球児もう1点突破でいきたいと思っています改めまして昨日の引退試合昨日ねあのラジオで関本健太郎さんも解説されてましたけども、はいはい、先輩である方が尊敬しているだとかで浜中さんも先輩であるしかも同業でやってた方も感動する。 そんんな試合ピッチングだったんですね、うんまあ、本当にこの球児がいなかったら本当にね2005年の優勝もなかったと思いますし球児の存在感というのは本当にこう際立ってたなというふうにはやっぱ思いますしねうや,っぱもやっぱりなくてはならないピッチャーだったなという、まあ、本当にこう、まあ、記録にも記憶にも残る本当にいい投手だったなという気はしますけどもね、はいえー、記録は、まあ、いろんな記録ありますけども。 日米通算811試合目でしたね、昨日の登板が、はいえー。61勝39敗、164ホールド、245セーブで、えー、現役の生活を終えたとということになりま、ねね、あと5セーブなんでね、本当になんとか、ね、こう達成してほしかったですけどもね、うあもう本当にこう、なんか漫画のようなピッチャーでしたよ本当にね、はい、ね本当に あの同級生にはね松坂投手いますけどね本当に怪物って言われてましたけど本当に意味の怪物は僕は球児やと思ってるんでプロに入ってからのいろいろこう清原さんの事件だったりとかいろいろありましたけどそれからストレートを磨いてあれだけのストレートを投げれるストレートだけで抑えられるピッチャーで僕見たことないんであのー、当時巨人の清原和博選手にね満塁のフルカウントでツーアウトかな。まあ、ここは ストトレートかなっていうところでフォークで空振振り三振もこのセレモニーでもね,ねあれは矢野監督が悪いんだよって清原さんも挨拶がうまって言ってましたけど <laughs>、ね、あれは藤川のせいじゃない、うん、矢野のせいだって言ってましたね。だからそれを考えると球児は本当にこう清原さんのあの一言でやっぱり変わったと思いますし、ね、意識も全て全部ストレートを磨かないといけないなっていうので変わらせてくれた本当に清原さんが本当にあの藤川球児の火の玉を作った、うん。 ね、言っても過言ではないぐらいのね影響力あったと思うので、はい、だそういう意味では僕は本当の「怪物は球児」なのかなっていうふうには思いますけどもね。さあそれではですね、はい、早速ではありますが昨日の藤川球児、うん、最後の当番もう一度聴いていただきます。い,いつもの曲 藤川球児がリリーフカーから降りて走って甲子園のマウンドに上がりました背番号88矢野監督からボールを受け取って背番号22藤川球児が今タイガースの後輩たちと手を合わせました藤川球児現役最後の登板ですそしてジャイアンツは代打坂本勇人が起用されました藤川球児対坂本勇人 藤川1球目を投げました真ん中ストライク148キロ第4球投げました空振り坂本を三振に取りました148キロ最後の登板藤川球児が腕を振ります坂本に対して魂を込めたストレートでした フルスイングで応えましたよ、坂本選手もね、はい、この22年を結集させて最後のマウンド、藤川球児、6球目を投げました、高め、空振り三振、連続三振、大きく息をついて、そして白い歯をこぼしました、藤川日米811試合目、坂本と中島を連続三振。 ストレート、を見せ続けています。足を上げて、藤川球児が投げました。打ちました。打ち上げた。内野フライ、セカンドが下がる、落下点に入る、ボールを取りました。ありがとう。藤川球児、最後の登板、三者凡退。ありがとう。 坂本、中島を連続三振3人目も内野フライ魂を込めた火の玉ストレートを投げ続けました球児コールの甲子園タイガースナインも出てきたそして帽子を取ったグラブを上げた 藤川球児のラストピッチ聞いていただきました、うん、解説関本健太郎さん感動ゲストおはパソ道場洋蔵さん涙、うん、高野純一絶叫 <laughs> 大興奮で,<や>でしたいやでも昨日の投球見たらそうなりますよねやっぱりいやあれだけね多分肩もね肘も痛い中で、えー 今年一番の投球ししてましたよねやっぱり今年一番でしたかやっ,ぱやっぱ早く感じましたしベース上で強い球投げてたんで本当にこう気持ちいい魂で投げた12球のストレートだったのかなっていう気はしますけどもね。えー、あのリリーフカーから降りてさとこうと走ってね藤川球児投手の何とも言えないジョギングでもない全力疾走でもない、うん、軽やかにこう走っていく姿ででねあのやっぱり。 これまでストッパーとして勤めてきた時の表情とは違ったんですね笑顔でマウンドに上がってだから本当にこう引退決めてからの次、はい、上がってきての投球っていうのはすごく楽しそうに投げてた印象がやっぱあるんで、はい、やっぱりこう球児といえば 1点差とかねこう守らないといけない場面でしか出てこないじゃないですか常に、ねはい、しんどい場面で投げてたんで、ええ、本当にこう決めてからのその登板というのは楽しく投げようかなって本人が決めてたように感じたような投球が続いてたので、はい、また昨日も素晴らしい、ね、投球が見れたっていうのは本当にこう僕もテレビで見ててなんか感動しましま、ねええ、あの現役時代に浜中さん一緒にプレーされてて、はい、その1点差、2点差。はい、まあ 危機迫る藤川球児投手だったと思うんですよ、はい、やっぱりグラウンドでもそれ以外でもそういう藤川球児投手の、まあ、ある種苦しみみたいなのを感じる部分もありましたか、うんはい、ただね僕らからしたら、はい、球児が出てきたら勝てるななんですよも<ー>で守ってても飛んでこないっていうイメージなんですよねやっぱりもう。球児 <laughs> からしたら球児には申し訳ないんですけど、はい、やっぱりもう。 ね、しんどい中でプレッシャーの中で投げてると思うんですけど僕らからしたら90度き安心やなっていう、えー、本当こうグラブなんかいらんわっていうぐらいの気持ちです思そこまで思わせるのはいやそ,それぐらいじゃないですか特に外まあフライフラ来たとしてもフライアウトだけだと思うんで内野手なんかほとんどないと思うんですよ、えー、そのゴロなんか飛んでくることが、はい、だからまずゴロが飛んでこなくていいのにねあんまり考えなくていいんで <laughs> こんなピッチャーおるかなっていうですねような感じなんで,で、ねはい、僕らからしたら本当にもう。 安心感でしかなかったですね。球児が出てきたら、もう勝てるっていうものでしかなかったから。で、はい、もし球児で打たれたら、これも仕方ないなっていうのが、絶大な信頼感は。どの野手も多分持ってたと思いますけどもね。いやだから、これだけの、ねうん、愛され方をしてし、ね、ファンの人も多分そうやと思いますよ。<ー>もう昔の JFK が出てきたら<ー>、勝ったなって、だから、先発ピッチは六回まで勝ってたら。 勝てるなっていう、はい、こんな楽なところないですよす本当に、ね、飛んでこないとまで思わせるなんて本当にそのねラストピッチの後は感動的な引退セレモニーもあったわけなんですけども、はい、藤川投手の挨拶も、えー、音源としてありますのでお聞きください僕の投げる日の玉ストレートには甲子園球場のライトスタンドの大応援団の皆様チームの思いそして全国の タイガースファンの熱い思いがすべて詰まってますそれが皆さんの知る日の玉ストレートの投げ方ですそれは打たれるはずがありません打者のバットに当たるはずがありません僕が言うのも変ですが不思議な力が湧いてきて普段の自分ではなくなるのです 野球選手藤川球児というのは皆様の気持ちの塊だったんだと思いますタイガース史上最高のキャッチャーで僕が世界で一番尊敬している矢野監督を日本一の監督にさせてあげましょう選手やコーチの皆さん あとはよろししくお願いしますもし困ったときはいつでも呼んでくださいすぐに駆けつけますそれでは皆さん野球選手藤川球児とさよならをする時が来ました子どもの頃からの先生方今までのすべての友人そして世界中の野球ファンの皆様皆様のおかげで 最高に素晴らしい野球人生を送ることができました長い間のご声援本当に本当にありがとうございました昨日の藤川球児さんの、えー、スピーチをお聞きいただきましたけれども浜中さんはどんなふうにお気になりました昨日は なんせもうバットには当たりませんっていうのがねほんとかっこいい球児だから言える言葉やなっていうのは感じましたし<ー>やっぱりファンの人はあっていうのこう星川球児だっていうのは改めてねこうね、うん、ファンの人の感謝の思いっていうのはやっぱり詰まったスピーチだったんで、はい、本当にこう言葉一つ一つとっても本当感動しましたよね。浜中さんは 藤川球児投手よりも2歳年上で、ね 2>, はい、あの2年早くフイギュス、はいえー、そしてプロ野球の世界に入ってきましたけども、うん、だからねいろんな姿見てきてると思いますしまあ最初苦しんでた姿もやっぱりねやっぱり似てるので、えー、最初は先発としてこう、はい、なかなか1軍上がってきてもこうダメだった時期を結構知ってるんで,ん、はい、でよく苦労してましたし2軍でいてる時も、はい、いろんなことこう。 練習メニューにしてもこう一つ一つこう自分なりにいろんなことを考えて人とは一緒のことをするんじゃなくて別のことをしてなんとかこう麦軍の戦力になりたいっていうのでやってましたしそういう苦しみも見てるんでなんかうね本人もこう戦力外というところも頭に入れながらやってたっていうのもそういうところから中継ぎにね転向してあの成績なんでとこう精神力の強さっていうかねはい上がる。 っていうところにはすごくこうね。上原さん、松坂のところには追いつきたいなっていう気持ちでとやってたんだなっていう気がしましたしね。うん、ねはい。いや、まあ感動しかなかったですね。本当にね。昨日は。あ,ーそかあのー？ グラウンドのところでもいいですしグラウンドの外でもね浜中さん、はい、まあ関本さんもそうかもしれないですけどその苦しんできた時期とかもすごく重なってて、はい、上がってきた時期も似てる部分もあると思って、うん、でね2005年の大活躍っていうのもみんな1軍で頑張っててっていうのも、うんはい、何がこう一番印象に残ってます藤川球児。いや球児はやっぱストイックなところですね。 何に対してもこう突き止めるところですよねすストレートにしても本当にこうストレートをこういい球いくにはどういうリリースでどういうボールの回転で投げたらいいのかっていうのを多分かなり追,追求というか研究して家でもかなりすごくこうあのタブレットを見て自分の投球も研究してたっていうのはよく言ってたんでやっぱそういうところでの人よりも違う研究熱心なところっていうのはやっぱりストイックなところっていうのはすごいなっていうのは感じましたけどもね。 ああいうストレートは多分投げれないと思うんで人と同じようなことをするようなタイプではなかったんでへ<ー>まそういうところではこうねストイックな感じっていうのは常にカナダの僕らも思ってやってましたしだから球児がそこまでやって打たれるんだったらもうそれ仕方ないなっていうやっぱ練習とかそういう姿勢でもこう若い選手にもいいいい影響をね与えてくれたんじゃないかなっていうふうにも思いますけどもね。 またねこれからさらにいろんな角度からいろんな形でね貢献してほしいと思いますがそういえば言ってましたよね「あの困った時にいつでも呼んでください」<laughs> <う>今困ってるからもうすぐ呼ばないと分かんちゃいますよ。だから昨日ね <laughs> 家族の人とこう写真撮ってる、ええ、あの表情を見たら「はい、あお父さんに戻ったな」っていう感じが、はい、すごくテレビでもしたんで、ええ、野球人藤川球児の本当にね引退しての。 うんまあ、父親に戻った顔を見るとちょっとほっとした部分もあるんでね<ー>今までしんどかったでしょうからね本当に今は家族ととりあえずゆっくり休んでもらってそうですね落ち着いた頃にまた第二の藤川球児っていうのをね、うん、こう育てていってもらえればいいかなというふうにはタイガースファンは、ね、その時はを待っていますので、はいはい、今はしばらく休んでいただければと思います。浜中流タイガーーース選手名のコーナーでした 阪神タイガース伊藤芳生ですタイガース聞くなら ABC ラジオ曜日対抗解説者ダービー <music> このコーナーは解説者の皆様にクイズ、格付けにお悩み相談もあらゆるジャンルの企画に挑戦していただき曜日対抗で戦っていただきます最終的に優勝された方には超豪華プレゼントがあるかもしれません えー、というわけで今回競っていただくのはこちら。分かって当然ウルトラクイズ。はいラジオレトラ版先週は金曜日にスタートしましたので先週金曜今成さんもチャレンジしました。そして今週一週間、はいえー、合わせて戦っていただきます。はい、えー、阪神タイガースに関する数々の分かって当然なクイズを。 浜中さんにお答えいただきクイズを通してタイガースのことをもっともっと深く知っていただこうというものです。うん、これって本当に分かって当然なんですか。はい、阪神ファンならってことですか。そうです。もうこの間先週はタイガースの先週国内 FA タイガースから移籍した先週何人いたでしょうかっていう問題でした、ねいや。絶対分かんないし。分かって当然。そういや分からん。<laughs> ウルトラクイズ。<laughs> それ難しいねちょっと行きましょうか真中さん今成さんは一ポイントあのこの一ポイントの単位をラジオでトラ番では一トラということに決めましたはい最初から決めとけじゃないですかね二周目になって決めた今成さんは一トラでしたんで真中さん二トラ以上目指してくださいね三問いきますそれでは早速参りましょうリスナーの皆さんも一緒にお考えください阪神タイガースのマスコットキャラクタートラッキーの背番号は 知ってますん。トラッキーの背番号。<laughs> トラッキーに背番号あるんですよ。<laughs> 知ってるでしょ。そりゃあ、まなさん、何年いたんですか。<え>タイガースに。二千二十とかじゃなくて。千九百八十五ですが。<laughs> 心配やな。<laughs> 問題の途中でつまずいてる。て背番号じゃないの。聞いたの胸に。書かれている番号は何番でしょう。え、書かれてないでしょ 書かれてる？あの泣きそうな顔しないでください。聞いたって書いてるだけじゃないの。番号ある？え、2005、B、2011、C、2013。胸に書かれてる番号みたいですよ。胸に。はい。あ、A が2005。2005。これ多 C、2013。分かって当然。ウルトラクイズ。 もう行く？もうちょっと分かって当然だけ言いたかったんで、はい。これちなみに高野さんわかりました？ありました番号。そうでしょなるでしょそれ。胸？これファンの人わかるんかな？ファンの人教えてほしいよ。オーディエンスとかない。YouTube でも結構買い込み来てるから。あ、テレフォンとかないっす。ねえ、テレはないです。ないです。2011から2013のミノモンタさんじゃないし。え、2011から2013でしょ。いやどうでしょう。 え、え、二つでしょああ、そういうことでしょそういうことです。A. か B. か C. かお答えください。決めました。決めました。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。い。や、みのもんなさになってます。ちょっと。はい。ファイナルアそれでは、お答えどうぞ。C.。はい。C. の二千十三。二千十三。二千十三。ちょっと待って。その言い方する。そんな言い方する。いいですね。ファイナルアンサー。はい。 ベベ残念。こっち。正解は B。やっぱり。2011でしどっち迷ったのこれ。とね、2011年に誕生してるんです。そうですよね多分。そうやなと思った。2005年はねいなかったから、僕もいだけど。あー。そのないなって思ったんで。なるほどね。はいはいはい。こっちわからない。ちょっとねこっちでめちゃま迷ったんですよ。残念。じゃこの。次の問題いきます 2009年から2019年の最近10年間でタイガースが一番多く勝ち星を挙げているチームは次のうちどれ !?ADNA かっこ横浜 B ヤクルト C 広島これはないな <noise> こっちなんですよこれまたねこの2チームが入ってるのが僕のやりな,んですえな,な何がないんですか広広島島でしょ広島が なないか僕はね C の広島がないと思ってるこの2つなんですよおっしゃってますでねやっぱりここ最近ねヤクルト買ってるんですけど一番相性がいいのは横浜かなっていうのは持ってるんでああ横浜スタジアム発入ってない2009年からだ入ってない年からだそうですよ横浜銀行と言われてた時代は入ってないかなあ入ってないんや わあもうマジかマジかですえっでもこどっちかと思うんではいもう自分 A か B かどっちかはいではちょっと待ってちょっと待ってユーチュー b e r の時間に出してくださいまだ時間あるいやそんなないですわあどうしようこっちで答えどうぞはい A できます AA の DNA はいかっこ横浜はいよろしいですか 売ってるんですよみんな選手ねファイナルアンサーファイナルアンサーよ<し>正解 d n a は10年間で11年間かなどうかな156勝ヤクルトに126勝広島には145勝ヤクルトが勝ってないんだあんまりヤクルト ヤクルトに対して一番勝ってなかったですねこの3チームでははい d n a はやっぱりお得意様だったとお得意様のような気がしますねやっぱ歴史的にねずっとですねじゃあ僕もね横浜サジミ打ったら打てそうな気しますもんそうですか普通に普通に甲子園よりもやっぱり東京ドームとか横浜の方がやっぱり打てるような気がしますしかもホームラン出るような気がするんではいというわけでよかった1トラ獲得ったトラ獲得 やばいよそれでは、はい、最後の問題です。はい、浜中さんといえば2001年に登録名を漢字の「おさむ」からひらがなの「おさむ」に変えられましたが、はいはい、次のうち登録名を変更したことがないのは誰、はい、A 藤村文雄<は> B 村文 B 山実、えー、C 安藤 元ちょっと待ってそんなさかのぼるのレジェンドきたよこれ嘘でしょ樋俺今矢野さんとか関本の話が出るんかな思ったら全然違うよ樋漢字変えてますはいナイス樋口かって当然ウルトラクイズちょっともう一回言ってください誰ですかいやちょっと緊張するんでもうダメです樋口ちょっと待って村山さんと樋口 A 藤村文雄さん樋口 B 村山実さん樋口 C 安藤元夫さんえそれ変えたことがない人 変えたことがない人です。二人は変えてるんです、ね。そうですよね。<laughs> そうですよね。<え>そうなんですよ。え。そっちのっ昔からそういう文化あったんですかね。まあ、あの、漢字を変えたというのも含まれてますけどね。はい、ええー、まかヒ。ヒントないんですか、これ。え。ヒントは。はヒントはですね。高野さんじゃ分からへんか、それ、やっぱ、もう、昔すぎて。 あのね変えた方はね右手の指が冷たくなる血行障害に悩んだことがあったそうですよ申し訳ない全然わからない、えー、あちょっと待って村山さんは村山さんは何ですか村山さんの B B でいきます変えたことがないのは誰はい村山さんいいですかなんでですかいやもう勘です <laughs> ファイナルアンサー <laughs> はい べべー残念。それ楽しそうに言うんですか。結婚障害に悩んだから改名したって言ってるじゃないですか。結婚障害ですよ。藤村さん野手です。<れ>安藤さん野手ですよ。まあ野手でも悩むか<え>、うん。村山さんがそれ悩んだんですって。で、1963年村山実は村山正史としてプレーしたそうです。<ー>で、また1964年には村山実に戻った。なるほど。 まさし、ね、1963年は村山正さだった。しかもこの年は家族全員改名したそうです。え、えそれだけ悩んでらっしゃったんでしょうね。なるほど。結構そういう変える人とかやっぱいてたんですね。やっぱりね。はい、安藤元夫さんは1973年、ええー、素ビという字ですね。統一の党という字に夫のをだったんですけど、え、はい、これを男のをに変えました。 でまた11年後1984年に夫に戻したということがありましたただねこれ分かってると少ないと思いますこれ聞いてる人とかもいやいや当たり前当然でしょう。YouTube で多分やってますえーって上の平発耳そりゃそうでしょ村山雅史です分からんですよこれすごい問題が来ましたね最後に 年代が一気ににって下にいましたけど、はい、浜中さんは解明というのはどういう理由でとか経緯というのはいや僕もねそのあまり一軍二軍のやっぱり行ったり来たりしてたんで、はいまあ、たまに怪我とかもしててっていうのでもうちょっと流れを変えたいなっていうのであの解明するっていうかちょっとこうあの見てもらえると。 見てもらったらちょっと書いた方がいいよっていう。それがひらがなだったんで、それむちゃくちゃ迷ったんです。ひらがなってむちゃくちゃダサいじゃないですか。覚えやすいですよ。ちょっとねあの収めてこうね出かったんで、ちょっとしてからまた戻したんです。カタの怪我の前にされてるんですね。2001年。そうなんですよ。ね、それがちょっと意外だったんで。してからだったらねわかるんですけど。そうなんですよ。ちょっとねそういう時もありましたね。そうですか。 一トラ獲得ということでした,よかった1トラでも全然いい、ねはい、はゼロトラじゃなくてよかったイエーイなんですねイエーイなんですねいやもうゼロ、えー、って恥ずかしいから、はいえー、番組では、えー、藤川投手への熱いメッセージもご紹介できればと思っておりますのでメールファックスツイッターなどでどしどしお送りくださいもちろん浜中さんへのメッセージもお待ちしていますメールは sp アットマーク abc108.com ファックスは0664511000、えー、おはがきは 530-8003abc スポーツラジオでトラバンのかかりまでツイッターではハッシュタグトラバン」をつけてツイートしてみてくださいそれでは浜中さんお待たせしましたここで一曲お届けしましょう「はい、リサで「ホムラ」 もう戻すんですか？これあのみんなが知ってるところサビ行ってないですよね鬼滅の刃のね主題歌ですよね。え、ハマってますお嬢ちゃんたち。はハマってますね。あの次土曜日見に行くんですとうとう。映画。映画館に。あら。はい。予約しました。は。浜中さんはそのアニメでああるとか漫画。僕漫画は見たことないんですけどアニメから入ったんで。はい。ちょっと乗り込んだところから次。 見れるんで。うわ、最高じゃないですか、じゃあ。あでも、漫画のだったらあんまり進んでないでしょ、これ。うん、それ漫画だったら、多分。七巻ぐらいかな。あ、全然まだ進んで。ない私、十二巻ぐらいまで来てます。あ、漫画を。十二、ええ、巻ぐらいまで読んだ時に、プロ野球開幕しちゃったんで。はい。しちゃったっていうのもなんですけど。はい、開幕したんで。ちょっと。一旦ストップして。はい。 またちょっと読み始めようかなと思ってますけど、もう子供たちもうちも二人すごいですよ。子供たちがあれだけこう、ちょっと怖い場面も出てくるじゃないですか。はい、鬼のリアルな感じも。ええ、ちょっと僕らでもえって思うのが、やっぱりハマっていくんですかね、子供にもね。ねえ。ずっと鬼滅の刃ごっこしてますもん。してますね。いやだから、本当あれこれ、サビの盛り上がるところ終わりました。終わりました。一回目、一回目は<あ>。必死にしたとちょっと。っと静かな感じやったから、今。 自分が興奮して喋ってたら終わっちゃってました聞きたいところはいやそういやでもすごい人気ですからねこれこれは社会現象ですよもう200億いきましたからねこれすごいですねこれ「千と千尋」も抜く可能性ありますよねありますよいきますはあ浜中さんもね「おはよう朝日」ですでは野球スポーツだけじゃなくて社会のこともね鋭く切ってますからいや切ってない取材ですね土曜日ね 取材ですすねねね喋れまからこでも楽しいですよね、ちょっとね、こう、もう、炭治郎、めちゃ純粋めちゃいい子、優しいしね、めちゃいい子、あんないい子、らんよ。藤川球児一色で進んで、最後は炭治郎で終わるという、ラ終回のスタジオで、虎番、浜中さんトスタジオでお送りしてきました。 また来週、そして5ヶ月間浜中さん、はい、よろしくお願いします。この後は伊藤志龍のラジオノート、えー、シーズンフォーが始まります。そちらもお楽しみにしてください。スタジオ浜中治さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。